シカコは大韓民国系軌道にある湾を仕切って作られた人造湖であり、四京市、安山市、花城市などに囲まれている。航空写真1987年6月に弱光し、1994年1月に四京市のカラスミミ島と大岡島の番アモリを結ぶ首謀朝廷の完成と同時に誕生した。四カ湖という名称は、 傍聴帝全体の両端の地名である、死郷と花城の頭文字を取って付けられたものである。鹿湖の周辺には、世界的な希少種である聖太かしぎをはじめ、白鳥、宮小鳥などの鳥類が、また、周辺の干潟には大型、無脊椎動物、コカ海類、甲殻類、軟体動物などが生息しており、生態系の宝庫である。本来、鹿湖は、 干拓地に造成される農地や工業団地の用水を供給するための淡水庫として計画されたが、完成以後、カ湖の流域の工場の排汚水や生活排水の流入で水質が急激に悪化したため、1997年以降海水を流入させ、はじめ、2000年12月に大韓民国政府はカ湖の淡水化を放棄し、海水化を宣言した。地,地区の開発事業は、 大型観客事業により、工業団地、都市、農地などを開発するというものであったが、短期的には1980年代に、中東地域の景気が、賃貸化したために、海外事業から撤退した建設業者の有給機材と労働力を、活用せよとの経済界からの県議が作用したことが、事業推進の背景にある。初期計画の段階で十分な準備なしに、 経済的な必要性によりを早急に推進するしかなかったことは要因の一つであるが、この開発が推進された1980年代の環境より開発が優先される社会経済的な条件下での国家全体に広がっていた環境意識の不在が生んだ結果である。湖の面積に比し流域面積が小さく流域の大部分は丘陵地と 長さ 10km 内外の河川で流入水量が不足しており、水質管理が難しい地形である。また防潮堤の締め切り当時、鹿湖に流入する下水量は1日49万立方メートルに達していたが、うち64%は下水処理されていなかった。1996年7月に大韓民国政府は鹿湖水質改善計画を発表し、 環境基礎施設の心臓節、下水管路の整備などの汚染源遮断対策とともに、排水口門の運用を通じた湖内への海水流出入という方法を提示した。この計画が本格的に施行された1997年の COD 値 14.7ppm をピークに、四角の水質は急速に改善する様相を見せたが、1999年、 以降の c o d 値は4から午後5時を維持しており、これ以上の量化を見せず、大韓民国政府では人口湿地を造成し、運営中で、地下膨張堤には25万キロワットの地下、張力発電所が建設されている。これまでの研究結果によれば、張力発電所により従来の6倍の海水が流出入する見込みで、クリーンエネルギー生産という本来の目的はもちろん、 水質改善も期待されている。海水化以降、一旦は、下湖を去った生物たちも戻り始めており、人々が、レジャー活動を楽しむ、水辺の浸水公園としての変化も見せ始めている。水泳に支障がない水準まで水質が改善したため、2002年以降毎年、フィン水泳大会が開催されており、また市教室生活体育競技会士間で、 こういう水面の専用許可を与えられたヨット愛好家たちがヨットを楽しんでいる。ありがとうございます。